はい、皆さんこんにちは、サンドです。今回も前回に引き続きシェイプアニメーション講座第2弾となっております。今回はローアーサードというテロップのアニメーションのベースとなるものを作り方をご紹介します。細かいテクニックもたくさんあるのでめちゃめちゃ勉強になると思います。ぜひチェックしてみてください。今回は基礎編となります。応用編はエコーのコミュニティメンバーに公開していますのでぜひチェックしてみてください。ということでキリンさんよろしくお願いします。はい、こんにちは、木本キリンです。今回から2パートに分けてローアーサードについて解説していきます。パート1ではローアーサードの基本エクスプレッションを用いた自動サイズ調整などのご紹介、パート2では応用としてプレミアとの連携について解説していきます。ステップ1、ローアーサードって何ってところで、テロップにモーションがついたものを指すそうで、海外のスポーツ番組の選手紹介を想像してもらうといいかもしれません。こうかっこよく名前が出てくるみたいなモーショングラフィックスがあると思うんですけど、テンプレート販売と相性がいいみたいで、海外テンプレートサイトでも盛んに販売されているそうです。日本向けのローアーサードが現状だと少ない印象なので、これを機会に作成してみて販売してみるのはいかがでしょう。では早速操作等に行きたいと思います。ステップ2、自動フィットするベースを作ろう。早速新規コンポジション作成からいきます。コマンド N 押して1920-1080-30 のディレーションが10秒、背景色をちょっと色のついたこういう赤な感じにしておきます。作成するグラフィックに対して見やすい背景色にしていきましょう。次にテキストツールを選択して名前を打ち込んでいきます。今回は木の本キリンとさせていただきます。フォントはビオサンズボールドにしておきます。サイズは、一旦120とかにさせてもらいます。テキストレイヤーが隠れる感じでシェイプレイヤーを引いてあげて、線はなしを選んで塗りの色を、B50、まあ、こういうグレーな感じになってれば大丈夫です。で、そしてシェイプレイヤーはテキストの下に引いてあげて、レイヤー名を名前ベースとしておきます。で、そして概要欄にあるエクスプレッションをコピペしていきます。長方形パスのサイズというところをオプションをしながらクリックしてあげるとエクスプレッションエディターが出てくるので、そこに概要欄に貼ってある構文をコピー&ペーストします。そして S の隣にカーソルを合わせて、この渦巻きのアイコンピックウィップからテキストレイヤーをつないであります。すると、このシェイプのサイズがテキストレイヤーのサイズにフィットするということになっています。で、さらに位置にも構文をコピー&ペーストします。サイズに入れる構文、位置に入れる構文、それぞれあるので注意してください。ペーストができたら先ほどと同じように S の隣にカーソルを合わせてピックウィップからテキストをつなげてあげます。ざっくりこのエクスプレッションの意味をご説明します。まずはテキストレイヤーのサイズにフィットするエクスプレッションです。1行目、 S をテキストレイヤーとする。2行目、 W を S、 つまりはテキストレイヤーの現在時間の幅とする。3行目、 H をテキストレイヤーの高さの値とする。4行目、 W、 H の値をサイズの値に入れ込むみたいな感じです。次の構文ですね。テキストレイヤーの中央の位置を取得するエクスプレッションです。1行目、先ほどと同じ S をテキストレイヤーとする。2行目、 W を S の現在時間の幅の半分の値とする。3行目、 H をテキストレイヤーの高さの半分の値とする。4行目、 L を左からの距離の値とする。5行目、 T を上からの距離の値とする。6行目、それらを足し合わせて X 軸の位置、Y 軸の位置に入れ込む。複雑でちょっと分かりにくいってなるかもしれないんですが、本当はこのエクスプレッションだけでワンコンテンツできてしまうぐらいちょっとボリュームのある内容ですので、今回はざっくり解説のみにさせてください。そして今ずれてしまってるので、2つのレイヤーをどちらも選択してオプションコマンドホーム、コマンドホームと押してあげるとコンポジションのセンターにレイヤーが配置されます。そしてシェイプレイヤーとテキストレイヤーを親子付けします。少しデザインしていきます。トランスフォーム長方形を開いて湾曲のところを35とか数字を打ち込むとシェイプレイヤーが斜めにデザインされます。位置がずれてしまうのでコマンドオプションホームを押してからシフト押しながら親子付けをします。現状サイズがちょっとぴったりすぎるので少しのりしろをつけていきます。
オプションシフトコマンド Y を押してあげて、新規ヌルを作成して、オフセットと名前にしておきます。さらに、エフェクトプリセットからスライダーを検索して適用していきます。そして、このスライダー制御の名前も変更していきます。コマンド D で複製して、WOHO としていきます。これ意味としては、ワイドオフセット、ハイオフセット、横幅ののりしろ、高さののりしろという意味で、わかりやすい名前で大丈夫です。そして、このスライダーの値を先ほどの構文と紐付けていきます。名前ベースを開いて、オフセットレイヤーを選択。構文をクリックして、WO イコール渦巻きアイコンからこのスライダーをつなげます。そして、セミコロンで閉じます。さらに同じように HO イコールと打ち込んだ後、ピックイップで HO のスライダーとつないでセミコロンで閉じます。次に一番最後の文章のところに W プラス WO H プラス HO という文章に変更を加えます。こうすることで、スライダーの数字の値がオフセットとして追記されます。続いて、こちらの2つのレイヤーを複製していって、肩書きを作成していきます。シェイプレイヤーの名前を肩書きベースと変更してあげて、テキストレイヤーの内容を変更していきます。今回は例えばフリーランスとしておいて、複製したレイヤーのエクスプレッションを書き換えていきます。S の隣の文章を選択してあげて、新しく出来上がったテキストレイヤーとピックウィップをつなげていきます。こちらはサイズと位置どちらも同じように書き換えていきます。肩書きの方は少し上に配置してあげましょう。肩書きなんで少し級数も落としておきます。名前を目立たせてあげましょう。ちゃんとオートフィットができるか一度確認してみましょう。こう打ち替えたら自動的にサイズがフィットすると思います。ステップ3、レイアウトしていきましょう。肩書きベースを複製してあげて、レイヤーの名前をサブラインとしておきます。塗りをなし、線だけにしていきます。色は真っ黒にしましょう。そして、このレイヤーを、少しずつこういう感じにずらしていきます。一番下に配置してあげて、レイヤーの色は黄色としておきましょう。同じように名前ベースも複製してあげて、サブラインという名前に変更。塗りをなくして線を黒にします。そしてどちらの線の太さも5としておきます。あまり細すぎるとエッジにノイズが乗ってしまったりするので5としておきます。こんな感じにレイアウトを整えます。ベースが線でつながっているイメージですね。次に四隅にバッテンを配置していきます。詳しい作り方は前回お話ししているのでそちらを参照してください。こう回転とサイズで入ってくるだけのモーションだけを利用しましょう。そして四隅に配置していきます。最後に全体のアニメーションを作成していきます。オフセットレイヤーの WO のスライダーのところにキーフレームを打って、このキーフレームは1秒のところに置いておきます。そして0秒のところのスライダーの値をマイナス1000とかにして、ベースが消えるぐらいまで調整します。2つのキーフレームを選択して F9 で EasyEase をかけて、グラフエディターパネルから EasyEase を調整しておきます。するとこんな感じのアニメーションが出来上がったと思います。このシェイプに合わせてテロップが出てくるようなアニメーションにしたいので、エフェクトプリセットからマット設定をテロップに適用します。マットを取り込むとなっているところを肩書きベースに切り替えます。するとベースのアニメーションに合わせてテキストが表示されます。合わせて名前テロップも同じような処理を行います。こういった感じですね。ベースに合わせてテキストが出てくるようなアニメーションになりました。サブラインにはパスのトリミングを適用しましょう。終了点を1秒かけて0から100にアニメーションするキーフレームを打っていきます。1秒のところで終了点100ですね。レイヤーのインのタイミングを20フレぐらいにしてあげるとオフセットのアニメーションと被らないのでいいかもしれません。もう一本のサブラインの方にもパスのトリミングをコピペして、レイヤーのインタイミングも同じように20フレのところにしておきます。ですね。
はい、ローアーサードの基礎は以上となります。はい、ギリンさんどうもありがとうございました。エクスプレッションを上手に使ってカスタマイズが簡単にできるローアーサードができました。この次の応用編ではローアーサードをプレミアに読み込む方法とローアーサードを極めるおすすめスクリプトを紹介します。応用編はエコーメンバー限定の動画です。月500円から参加できますので、お試しで参加してもらえると嬉しいです。登録方法については概要欄のリンクからチェックしてください。木本キリン先生のシェイプアニメーション講座は全4講座あります。第3弾は SF 映像にぴったりのHUD ハットの作り方をご紹介します。今回と同じく基礎編応用編の2本構成で同じ日に公開します。基礎編は基本的なレイアウトの方法、応用編はテキストアニメーションやおすすめのスクリプトの紹介となっています。もちろん基礎編だけでもバッチリ内容の濃いものになっているので安心してみてください。さらにクオリティアップをしたいという方は応用編をチェックしていただけると嬉しいです。応援よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。サンズでした。ではまた。